初心の方必見。これはね、ご信用いただく際の大切な作法でございます。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日は御朱印集めを新しい趣味の一つにしてみようかななんてね、考えておられる方に向けて初心の方必見です。最低限気をつけなければいけないこと3選をご紹介していきたいと思います。これから始めようと思われている方にとってはわからないことだらけだと思いますので、この動画を最後までご覧になっていただけましたらもう大丈夫です。ご安心くださいね。ぜひ最後までご視聴いただきまして、気をつけるポイントを押さえていただければ幸いでございます。すでにご主人集めをされていらっしゃる方もよろしければチェックしてみてくださいませね。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そもそも御朱印とは一体何なんでしょうかね。御朱印というのは一言で言いましたら、神社やお寺の参拝証明でございます。御朱印には参拝した日付、神社仏閣の名称、お寺で祀られております神様仏様のお名前などが牧者されております。寺社へ参拝した記念や記録にもなりますので、生涯ずっとね楽しめる趣味の一つとして注目を集めております。御朱印の由来、そのルーツには諸説ございます。一般的には平安時代に再興された日本で一番古い巡礼、西国33箇所巡りが御朱印巡りの原点とも言われております。西国33箇所といいますのは、関西に点在する観音様をお祭りする33のお寺の総称でございます。そうやって決められた33のお寺を巡りましてね、全てのお寺を巡った御朱印帳はあの世、つまり仏様の世界への通行手形になると信じられておりますよ。御朱印はもともとお経を書き写す修行、お写経を行い、それをお寺に納めた証明として朱印やご法印をいただくものでございました。当時は今のように墨書きの文字ではなくてですね、御朱印やご法印自体が神様仏様の分身、そのように考えられておりました。ちなみにお写経を納めることを納経と申しましたよね。今でもお寺でいただく御朱印のことを納経印、あるいは納経帳と申します。一方、神社でいただくものはそのまま御朱印や御朱印帳と読み習わしておりますよ。とはいえ、神社で授かるのかお寺で授かるのかの違いだけで、その中身は全く同じもの、参拝証明と思っていただいて OK でございます。そんな御朱印巡りの旅は、江戸時代後期になりましたら庶民の間で信仰を目的とするお伊勢参り、西国33箇所巡礼が大ブームとなります。さらに時代が進むと、参拝した証が授与される御朱印が今のように普及していったとされております。御朱印の歴史につきましてね、もっと気になる方、詳細を知りたい方はですね、こちらの過去動画もご覧になってチェックしてみてくださいませね。ということで、御朱印の歴史を簡単にねお話しさせていただいたところで、本日の本題参りましょう。初心の方必見、御朱印巡りで最低限気をつけなければいけないこと3選。まず1つ目は、御朱印帳は忘れずにご持参くださいね。御朱印をいただくためには専用の台紙をご持参ください。これを御朱印帳とか納経帳と言います。御朱印をいただきたいと思いましたら、必須のアイテムになるのが御朱印帳でございます。御朱印はノートや手帳などにはいただけませんので、ご注意くださいませね。じゃあ御朱印帳はどこで買えばいいのということなんですけれども、参拝された神社やお寺で購入可能でございます。ただし御朱印帳を取り扱っておられない寺社もありますので、事前確認は必須ですよ。他には大きな書店や東急ハンズとかロフトにもお取り扱いされております。ネット通販で御朱印帳制作会社のネットショップなどでも購入可能でございます。まあ最悪ね、完全に忘れてしまったという場合には、自社の参道にあるお店や商店街などのお土産さんだったりね、お近くの文房具屋さん、書店、雑貨屋さんでもお取り扱いがあるか探索してみましょうね。それでも本当に手に入らなければ、もう一度そちらの寺社に参拝させていただくチャンスをもらったんだというね、気持ちを切り替えて、日を改めて御朱印をいただきに参りましょう。初心の方必見、御朱印巡りで最低限気をつけなければいけないこと3選のうちの2つ目は、神様仏様にお参りをしてから御朱印をいただきます。
これはね、御朱印をいただく際の大切な作法でございます。神様、仏様へのご挨拶が終わりましたら、いよいよ御朱印を書いて授けていただきましょう。御朱印帳の書いてほしいページを開きましてお渡しいたします。まあね、SNS などをご覧になってね、立派な御朱印だからといって参拝したのに牧師をしてくださるそのご住職様や神主様は不在の場合もございます。その場合は書き置きの御朱印を授かることもありますけれども、その時に書き置きだからといって文句を言ってはいけませんよ。あと、こんな風に書いてくださいなどとね、要求してもいけませんし、字の上手い下手とかね、文句を言わない。今日のその日に授かる御朱印がその御朱印だったわけですからね、まあ、いずれにいたしましてもありがたく拝受するようにしましょうね。御朱印罰当たり行為はこちらの動画で詳しく解説しておりますので、こちらもチェックしてみてくださいませね。初心の方必見、御朱印巡りで最低限気をつけなければいけないこと3選のうち3つ目は小銭を持参するです。お賽銭もそうなんですけれども、御朱印を授かる時には奉納金として300円から500円程度のお金が必要になってまいります。場合によっては1000円2000円とね、もう限定御朱印なんてのもございますけれども、基本的にはお気持ちでございます。寺社の中にはお賽銭箱に納めてくださいねなどとね、一定奉納金額が決められていない寺社もございます。とはいえ、相場は一体どのくらいなのかと言って聞かれましたらね、だいたい300円か500円程度が相場だと思っていただければよろしいかと思います。なのでなるべく小銭袋ご用意されて、小銭をしっかりご持参なさってくださいね。最近ではお財布携帯とか電子マネーをご利用の方も増えてまいりましてね、小銭どころかお財布自体お持ちでない方も少なくありません。あと普段からねクレジットカード支払いの方もおられますしね、お財布をお持ちの方でも5000円とか1万円を出されてね、お釣りはありますかとおっしゃる方もおられますけれども、神様や仏様へお金をご奉納される場合はなるべくねお釣りを出さないように心がけましょうね。これはお守りを授かる時も同じでございます。自社に納めるお金をお布施と言います。もともとこのお布施というのは喜んで捨てると書いて喜捨と言っておりました。捨てるという表現はね、私あんまり好きじゃないんですけどね。まあ、この喜捨っていうのはどういうことかって言ったらね、昔はお賽銭箱の前で懐からガマ縁を出して口の紐をほどいたと思ったら逆さまにしてバラバラバラっとね、お財布の中に入ってるお金を全部お賽銭箱に納められていた時代があったそうなんですね。まさに喜んで奉納するんですね。そう考えると自社でお釣りが出るようなお支払いの仕方はスマートではありませんよね。できるだけお釣りが出ないように300円なら300円、500円なら500円をご用意していただきましてね、ご奉納させていただきましょう。ということで、初心の方必見、御朱印巡りで最低限気をつけなければいけないこと3選のご紹介でございました。まだ他にもね、寺社参拝の作法とか御朱印を授かる時間帯の確認とかね、あるいはご依頼などね、気をつけなければいけないポイントがいろいろあるんですけれども、詳しくはこちらの過去動画をチェックしてみてくださいませね。じゃあ最後に、ここまでねご視聴くださったあなたにワンランク上の御朱印集めのポイントをご紹介させていただこうと思います。そのポイントとは、御朱印巡りの目的を決めておきましょうね。これはね、決めておいた方がより楽しめますよというお話でございます。初めて御朱印を頂戴する、授けていただくおすすめの寺社はですね、ご自宅の近所にある神社の氏神様か菩提寺のご住職様に授かるとよろしいと思いますよ。最初の1ページ目に牧師をする寺社では、御朱印帳の表紙となる表書きもね、牧師をしていただくことになりますので、ご縁のあるご住職様か地元の神主様にご依頼されるのがおすすめでございます。あるいは日本人の心のふるさとでもある三重県の伊勢神宮から始められるのも幸先の良いスタートが切れると思いますよ。または一宮で授かるのもいいですよね。そうやって表紙と1ページ目を牧師をしていただけたら、あとは気になる寺社やご縁ある寺社に参拝していただいて、その度に参拝証明としての御朱印を授かって歩いてみてくださいね。寺社への参拝がありがたくもワクワクする時間になってくると思いますよ。ということで、御朱印集めがスタートしていくわけなんですけれども、目的って何？参拝することじゃないの？ってね、声が聞こえてきそうなんですけれども、そうです、
参拝証明としての御朱印なので、どこの寺社に参拝なさってもよろしいですし、心の赴くままにご縁あるところにお気軽にね参拝なさっていただくのが一番よろしいと思うんですけれども、その上であえて目的を定めていただくんですよ。御朱印巡りの目的やテーマを明確に定めていただけると巡礼の旅も楽しさ倍増ですよ。こちらの過去動画でも詳しく解説しておりますので、ぜひねチェックしていただければと思うんですけれども、神様仏様の尊格を統一して御朱印帳をまとめるという目的で巡礼なさるのもよろしいと思います。例えば龍神様なら龍神様、大黒様なら大黒様、観音様なら観音様というふうにね、ご自分の中でご縁を感じる神様仏様、お好きな、神様仏様が祀られている寺社をだけをね選んで巡礼されることをお勧めいたします。あるいはご自分の願い事やご利益に特化して巡る参拝の旅にしたりね、特定のエリアを決めて巡る巡礼だったり、お好きな武将や歴史上の人物にゆかりのある土地に建立されている寺社を調べて巡ってみるとかね、そうやってご自分の目的に合わせた旅を楽しみながらの霊場巡り、そこで牧師としていただいた御朱印帳はあなたの目的に合わせたあなただけのオリジナルの一冊になりますので、かなりおすすめですが、いかがでしょうかね。なので一冊目的に特化した御朱印帳と、また別に目的以外に授かるために御朱印帳を一冊、これをね別々に分けてご持参されるといいですよね。まさに自分専用のオリジナル聖地巡礼御朱印巡りの旅になると思います。御朱印巡りの目的に合わせて寺社巡りをすれば御朱印集めがさらに楽しくなること間違いありませんからね。後から見返すときにねまとまっていて便利でもありますので、あえて初心のあなたにもお勧めさせていただきました。ということで本日は初心の方必見、御朱印巡りで最低限気をつけなければいけないこと3選のご紹介と、ワンランク上の巡礼ポイントをご紹介させていただきました。まだ他にもね御朱印集めに関するこちらの過去動画をねシェアしておりますので、こちらの動画をチェックしていただいて、気持ちの良いご自分が納得できる御朱印集めをスタートしてみてくださいね。巡礼のためにお出かけの際はぜひねお気をつけてお出かけくださいませね。今日の動画が参考になったよと思われた方はチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。気をつけていってらっしゃい。